どうも西田です。今日はですね、能勢電鉄の多田駅に来ております。今日は、ね、久しぶりにですねトレイルランニングの動画を撮ろうと思いまして、シャラリン山に登りに行きたいと思います。よろしくお願いします。南木戸駅前にね、なんか家族寮があるんですけど、これはもう廃墟ですよね。すげえ。兜工業、兜販売店。あれかな、子供の日に飾る兜販売してるんでしょうか。不思議な場所が多いですね。はい、シャラリン山のね登山口に到着しました。では久々にね登っていきましょう。はい、シャラリン山とアパッチ池射撃場跡のね分岐になります。向こうへ行くと射撃場跡ですね。ではシャラリン山向かいましょう。はあ、シャラリン山もう少しですね、こっちから行きましょう。シャラリン山山頂左、造成地って書いてますね。なんでしょうかこれ。ああ、やっと登頂だ。ああ、着いた。ああ、久々に山の音しんどいっすね。264メートル、見晴らしは相変わらず悪いですね。ちょっとご来光にはね間に合いませんでしたけど、さあ一服も終えたのでシャラリン山下山しましょう。ちょっと気になる場所もね多々あったんで見に行ってみましょうか。工事関係者以外立ち入り禁止で封鎖がされてるんですけど、まあ、どう見ても行けそうにはないんですけど、神話都市開発ですね。どうなってるんだろうか。もう一つね気になった場所があるんですけど、ちょっと下っていきましょう。この分かれ道、この標識、造成地って書いてあるんですけど、ちょっと行ってみましょうか。すごい看板が、葉っぱ作業のお知らせ。シーンは川西ニュータウン造成工事。大成建設。ちょっと下ってみましょうか。結構急やな。うわこれ普通に下山できるな。
わー、綺麗に造成されてる。上の方行ってみましょうか。道から生えてる。すごいな。コンクリートだけはきっちり敷き詰められてる。今鹿がいました。野生の鹿や。すっげーな。広すぎるので、ゴミが落ちてるよ。クリスタルロッカー、うわ、絶対ヤンキーのたまり場やったんやろ。ここめちゃくちゃね、鹿が多いですね。あの辺りにも鹿がいます。ここで野球したら面白そうですよね。なんか、なんであそこ一回坂上に上がるんでしょうか。この赤い擁壁すごいですね。